乗りは9時24分発特急湯布院と降り1号湯布院行きの到着です。危険ですから黄色い電気トップの内側まで下がってお待ちください。ご乗車の際は列車とホームの間が広く空いているところがありますのでご注意ください。皆様おはようございます。今日は JR 九州のリゾートエクスプレス湯布院の森1号にご乗車くださいましてありがとうございます。ご用の際はお気軽に声をおかけください。車内設備のご案内です。列車は前から1号車2号車の順で一番後ろが5号車の全車指定席です。お手洗いは2号車3号車、4号車のデッキ、ビュッフェは3号車です。ただいまビュッフェは営業準備中です。営業開始は9時40分を予定しております。恐れ入りますが、今しばらくお席でお待ちください。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いします。お客様へ新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。日頃より列車内における感染症対策に関する取り組みにご協力いただきありがとうございます。車内でのご飲食の制限はございませんが、引き続きマスクの着用をはじめ大声での会話は控えていただくなど、周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。お客様の安全を守るために乗務員はマスクを着用しています。なお、この列車は空調装置により外の空気と車内の空気の入れ替えを実施しております。3号車に消毒液を設置しておりますのでご利用ください。またお子様用制服の貸し出しは中止しています。私たち一人一人ができる対策を心がけ、一日でも早く安心して生活できるよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 Good morning everyone. Thank you for riding JR 九州湯布院の森 bound for 湯布院. Estimated arrival time at 湯布院 is 11:37 AM. Restrooms are in car number 2, 3 and 4. Buffet is in car number 3. Buffet is in preparation and will be open at 9:40 AM.
Please feel free to talk with the conductor and cabin crew. We wish an enjoyable journey and thank you for riding JR train. それでは車掌より今日の乗務員の紹介と到着時刻をご案内します。おはようございます。今日は JR 九州のリゾートエクスプレス由布院の森1号をご利用くださいましてありがとうございます。今日は客室乗務員村上、豊福、佐藤、車掌は私、上田が皆様の旅のお手伝いをさせていただきます。ご用の際はお気軽に声をおかけください。それではこれより止まりませ駅と到着時刻をご案内いたします。次は鳥栖に止まります。鳥栖には9時49分久留米9時58分北10時42分天ヶ瀬10時56分豊後森11時10分終点の由布院には11時37分到着いたします。お客様へお願いいたします。走行中車内が大きく揺れることがありますので車内を移動される際は足元に十分ご注意ください。また座席におかけの際もテーブルのお飲み物などお手回り品に十分ご注意ください。なお列車の走行中やむを得ず急停車することがありますのでお手回り品お足元に十分ご注意ください。それでは皆様、目的地までのひとときを由布院の森号でごゆっくりお過ごしください。列車は九州最大の河川である筑後川を渡り別名由布高原線と呼ばれる九大本線に入ります。なお終点由布院の天候は晴れの予報です。どうぞ皆様、由布院の森でしか味わえない由布院までのお時間をお楽しみください。皆様おはようございます。本日はリゾートエクスプレス由布院の森1号にご乗車くださいましてありがとうございます。終点由布院までご案内いたします。客室乗務員の佐藤と申します。ただいまから簡単に車内設備のご案内をいたします。皆様がご乗車いただいている号車は1号車でございます。お手洗いは後方のデッキに男女兼用と女性専用を設けております。また後方3号車にはビュッフェがございます。ビュッフェではお食事やお飲み物オリジナルグッズを取り揃えております。中でも私がおすすめする商品をご紹介いたします。1点目がくるみキャラメルでございます。くるみにホワイトチョコレートをコーティングしキャラメルパウダーをまぶした一品でございます。お土産に最適ですのでぜひこの機会にお召し上がりください。2点目は焼きドーナツとホットコーヒーのセットでございます。こちらはホットコーヒーは JR 九州オリジナルブレンドコーヒーとドーナツは由布院の牛乳を 100% 使用したミルヒクラッフェンというドーナツでございます。お一つ400円です。ぜひお召し上がりください。また列車は久留米より緑豊かな九大本線と入ってまいります。九大本線の見どころとして二段落としの千代の滝や頂上が平らな切株山をご覧になれます。後ほどアナウンスでもご紹介いたします。沿線の景色をお楽しみください。また由布院の森では記念乗車所というものがございます。こちらは裏にスタンプを押すことができますのでぜひご利用ください。こちらは3号車のデッキにご用意しております。それでは車内でのひとときごゆっくりお過ごしください。